DF-11、DF CSS-7 の射程 DF-11 は中国が開発した短距離弾道ミサイル。中国人民解放軍の第二砲兵部隊にて運用されている。輸出用として1970年代後半に開発された。1992年から1994年の間に55機がパキスタンへ輸出され、ガズナビミサイルの元となった。 初期型の射程は 300km ほどしかなかったが、1990年代に入り距離を 500km に伸ばし GPS 誘導装置が装備された DF-11A が開発されており、単価が安い製加工車は大量配備された。福建省に台湾用と思われる DF-11 が500機以上配備されている。使用車両は、 1980年代にマンヤマ特殊車両の国営製造省でロシア製マズマイナス543電話をもとに開発された WS2488 輪重輸送車。1992年に米偵察衛星がパキスタンに DF-11 を捉えパキスタンへの同ミサイルの配備が確認された。ウスマン・アンサリパキスタンテストショートレンジバリスティックミサイル。 ディフェンジニューズ、h t t p w w d i f e n g e n e w s c o m アーティクル、2014万422、ディフレグレイさん、3億422万28、パキスタンテストショートレンジバリスティックミサイル2014年9月30日、閲覧。ありがとうございます。